明けおめいやちょっと早いけどね、もう今年も終わるね、みんな2022年ありがとうございます。ちょ2022年をなられた振り返らせてもらうと、2022年はね、いや正直100万いくんじゃないかなと思ったけど、まあいかなかったね。なんかね、この投稿してる人だとそのデータみたいのを見れるんだよね。1日の伸び率とかどれぐらい伸びてますよみたいな見れるんだけど、まあそれを見た感じ、まあいかないね。まあ来年いければいいなという感じでございます。私ただ今年はね、なんかあれだったね、なんかその毎年、いや今年は週このシリーズ面白かったよみたいな言ってくれる人がいるんだけど、多分今年そういうのはないと思う。ちょ待って、電話来たばあちゃんから。ちょ待ってくればあちゃん、ばあちゃん待ってくればあちゃん、ばあちゃん待ってくればあちゃん、ちょ動画撮ってるばあちゃん、マジでばあちゃんうるせえ。あごめんばあちゃん切れた、すまんばあちゃんこの動画終わったら電話するね、すまんだばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん。さあ飛んで、そう毎年年末終わると、いや週のこのシリーズ面白かったって、今年は多分そういうシリーズないと思うんだよね。週のこのシリーズ面白かったみたいな、なんでかっていうと、まあ、正直今年はね、あんま私その挑戦もあんましなかったのかな。やりたいゲームもそんななかったっていうのもあるし、やりたいゲームも結構、やりたいゲームがないっていうより、やりたいゲームを結構やり尽くしちゃったんだよね。だからその新作ぐらいしかなくて、新作でやりたいのがなくて、だから今年なんか週のこのシリーズみたいのはなかった気がするけど、まあね、来年はちょっとそういう、まあ、新シリーズ新にも手を描けていきたいなっていう感じはあるよね。あ、俺サトシの主人公変わるらしいね、ポケモン知ってる？サトシじゃなくなるらしいよ、ポケモンの主人公。来年のね、いつだっけ、4月ぐらいからこの女の子になるらしいね。女の子と2人の2人体制になるのかな。え、ポケモンといえばサトシなんだけど、え、すごい。なんか別に私最近ポケモン見てないんだよね。昔は見てたんだけど、だけどやっぱ主人公変わるの、なんか時代が変わっていくなっていう、今この時代の、おかずき、さあかずきハゲてんなっていうのを思ったね。さあ来年なんかゲーム出ねえかな。なんか来年のね、そのゲームあと、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドぐらいしかそのビッグタイトルが出てないんだよね。つまりどういうことかっていうと、今ビッグタイトルが水面、お前シューマイ、ビッグタイトルが水面下で、渦巻き、しめしめいているみたいな。まあ、サイン悪くないでしょ。お、金玉竜ワンツーフィニッシュじゃん。ちょ、ばあちゃんに電話してくるわ。ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん、動画中にばあちゃん参上。さあ、みんなばあちゃんと電話してきたね。ってことは YouTube の方だと、まあ、2022年、まあ、100万人いかなかったなっていう。で、2022年、私生活の方だと、まあ、シューエムズ、これちょっと初出し情報になるね。初出し情報なんだけど、いや、なんとね、まあ、恋人ができたね。いや、これ嘘でもなく、ガチ情報だね。私、ちゃんといない時は、まあ、クリスマス予定ねえとか、あと、まあ、バレンタインもらうもんねみたいな、ちゃんと言ったんだけど、まあ、これはちょっと言っとこうかなと思って、私、言わしてもらうんで、別に言わなくてもよかったんだけど、まあ、なんかわかんないけど、言っとこうと思って。でも、本当になんか普通だね。ほんと、可愛くて、優しくて、性格が良くて、料理ができて、歌詞もできる、本当に、そんな感じの子ですね。ちょっとやっていこうかなと思います。私のね、女性視聴率がね、どれぐらいかっていうと、まあ、18% いるんだよね。まあ、なんで 18% の方、すまそう。ガチ恋ぜみたいな、いいのか分かんないけど、まあ、いたらほんとすまそう。まあでもね、まあそういう、あれですよね。はい、やっていきます。でも私もね、まあ将来何十年か、お青コーラ言ってるね。何十年か何十年かこう、まあパパになる可能性もね、私はパパになる時代来る。みんなどうする、こんなパパ。夜中一人で叫んでるパパ。まあ私は嫌ですね、正直。死ねマリオカートで死ねって言ってるパパ。どうですか、皆さん。いや、パパに、なんで、なんか、こう、子供が、なんかもう何十年かできた時に、あれだよね。なんでお父さんはいつも夜中一人で喋ってるのって。何してるの？お父さんはね、宇宙人と夜中交信してるんだよ。地球がこうやって無事に過ごせてるもの、お父さんと、シェお父さんが無事に宇宙人と交信してるからだよ。すげえお父さんみたいな、そういう会話になるのかな。いや、どうなんだろうね。で、これ小学校の作文で言われるんだよね。僕のお父さんは、夜中一人で大声で叫ぶ。おい取るんじゃねえよ、おい衝撃は取るんじゃねえよ、大声で一人で喋っていますって、そっから見バレするみたいだね。さあ、皆さんの私生活は何かあります？まあ、2020年コメントに書いててほしいね。みんなのなんかどういうことがあったかみたいな。まあ、ちょっとね、YouTube さっき、あんまり伸び悩んだ時期でもあったね。伸び悩んだ時期もあったっていうか、今も伸び悩んでるんだけど、なんかでも YouTube 全体的にその再生数も下がってるみたいだね。そのゲーム実況とかじゃなくて、その全体的にもう飽和状態なんだろうね、見るものが。あともうないんじゃね、ジャンルみたいの。結構最初の方はさ、なんか鮮度の鉄球とか、そういうなんか目新しいものがいっぱいあったけどみたいな、そういうのもあってなくなったみたいな感じで。私もね、 YouTube なんかいろいろ挑戦とかしてたんだよね。そのあんま挑戦してないみたいな、例えばそのスプラトゥーンとか、まあ、好きでやってたってのもあるし、なんか新しいことを取り組もうと思って、
なんかやってたりしたけど、なんかそうあんまうまくいかないみたいな、勝てないとかも全然あったりしたり、まあ、そう私生活の方でもさっきなんか恋人できたみたいなこと言ったけど、まあ、ちょうまくいかないこととかも全然あったんだよね。あって、まあ、だからみんなもね、なんかいろいろそういう、まあ、今日はそういうコメントにしたいなっていう感じであって、なんだろうね、でも結局さ、失敗しても諦めなければね、あれだからね、成功までの過程になるからね。私は今日今年もう失敗したことも、もう来年頑張って再来年でもいい、10年後でもいいね、10年後こううまくいったことがあれば、うわ2022年のあの失敗があったから2032年この成功があるなみたいなのにね、いてえな朝日からよなるなって思うから、まあ、正直私は諦めないね。もう何か失敗しても、まあどうにかなんじゃないかなと思って、常に斜めちょっと右前を向いていくわ。前は向けないかもしれないけど、ちょっと斜め右前ぐらいは向いていこうかなって。今年あれだったらミサイルとか普通に怖かったな、私マジ撃ちすぎ、普通にあの怖いですよね。